宇宙大作戦のジェームズ・ T ・カークジェームズ・タイベリアス・カークは SF ドラマスター・トレックシリーズに登場する架空の人物である宇宙大作戦および映画シリーズの主人公であり小説やコミックゲームにも多数登場しているテレビドラマテレビアニメとその劇場版が舞台としている宇宙での時間軸地球のアイオワ州リバーサイドで生まれるアイオワ州以外は 生死では言及されていないが、公式ウェブサイトでは、そのように紹介されている。シリーズの生みの親ジーン・ロッテンベリーも、リバーサイドで生まれたとする説をモチーフにしたとされる。先祖は、アメリカ西部開拓者である。大佐に昇進、オーバーホールを終えた、USS エンタープライズの船長として、5年間の、新宇宙探査に出発。初登場は2番目のパイロットエピソード、光る目玉。 以降、宇宙大作戦、スタートレック、ザ・オリジナルシリーズ通称トスの主役として活躍。老朽化に伴い練習艦となった USS エンタープライズで、スポック艦長指揮下の訓練生を乗せての練習航海に同乗するが、カークと USS エンタープライズに恨みを抱き、ジェネシス計画を妨害した有勢人類カーンの二円真によって奪われた USS リライアントと戦闘に、 これを撃破し、計画を阻止するがカンを救うため、スポック大佐が死亡。事件終了後、一旦はカンを母校に帰還させるが、死亡したスポックのカトラが生きていることを知り、彼を救うために廃艦が決定していた USS エンタープライズを少数の子さクルーと共謀して、無断で出港させ強奪、カーンと戦闘した中域に再びカンを向けるが、クリンゴンと遭遇。 さきのカーンとの戦闘でのダメージで状態が万全でなかったことなどもあり、交戦途中でカンが戦闘不能に陥る。晩作付き最後の手段でカンに乗り込んできたクリンゴン兵を道連れに USS エンタープライズを自爆消失させる。その後スポックを救いクリンゴンから接収した船でバルカンへ降りる。USS エンタープライズの強奪、爆破などの重大な軍機違反を問われ、 軍法会議にかけられるため摂取したクリンゴ温泉を用いてのバルカンから地球への帰還の途上、外宇宙からの探査プローブによる地球の危機を知り20世紀へタイムスリップを観光、協力者を得てプローブと意思疎通のできるクジラを23世紀に連れ帰り、探査プローブから地球を救う。事件収束後、予定通り軍法会議にかけられるが、 プローブ事件から地球を救った功績を認められ、処罰による降格と称した、恩情処分で大座に戻り、消失した USS エンタープライズと同系艦の新たな USS エンタープライズ NCC-1701A を与えられ、艦長に就任。バルカン人サイボックによりエンタープライズ A を乗っ取られ、神のいる惑星シャカリーに向かい、神を名乗る存在と対決のせい、 事件を解決する。キトマー会議の一件を最後に、老朽化誌艦隊の原用艦登録を外れる、エンタープライズ A の退役を機に、自身も、公中艦の艦長職を退く、退役したエンタープライズ A から艦名と、戦績番号を引き継いだ最新鋭の、新型エンタープライズ NCC-1701B の就航式、諸女公開に招待され同乗するが、 まもなく艦がネクサスに遭遇。ネクサスによる危機から同艦を救った際に爆発に巻き込まれて行方不明に、その時点で死亡したものと判断され公式に記録された。しかし実は死亡しておらず、生存したままネクサスの世界に取り込まれてしまう。同様にネクサスに取り込まれてしまった24世紀のエンタープライズリー艦長、ジャンリュック・ピカードと遭遇。ピカードの説得により、 ネクサスを離脱。トリアン・ソランのネクサス採入計画から、惑星ベリディアン4の2億3000万の住民と富士、喫したエンタープライズデイの乗員を救うも、その際の機材崩落に巻き込まれ致命傷を追い絶命。その生涯を終える。その遺体はピカードにより、ベリディアン3にて埋葬される。劇場版、第11作からの舞台となる、平行宇宙での時間軸。映画11作目。 スタートレックでは、2233年4月ロミュラン、関東交戦中の USS ケルビンから脱出中の宇宙空間上のシャトル内で生まれるに変わっており、上記の静止上の3月22日アイオア州生まれとは異なる。この誕生に関する静止との相違発生の経緯は、動作冒頭で描かれている。そのため動作のカークは、育ちから入隊 USS エンタープライズの船長に、 就任までの間の経歴や経緯も生死とは大きく異なり、その世界の歴史自体も生死とは大きく変化している。ただしこの映画の舞台はターンに不測のアクシデントにより歴史変化が生じた世界というだけでなく厳密にはパラレルワールドでもあると監督の JJ エイブラムスやスタッフも語っており、スタートレックオンラインの公式サイトのコラム、ストエイブラムスでも この件が詳しく解説されているので本作でのは書き、日のジェームズ・タイベリウス・カークは、生死のカークとは、ある意味別人とも言える。ウィリアム・シャトナー自身による続編小説シリーズにおいて、ジェネレーションズでの死亡後、ロミューラント・ボーグによって復活、t n g DSQ、ボイのキャラを巻き込みながら活躍することになる。このシリーズは、通称シャトナーバースと呼ばれている。 オデッセイ・ミラー・ユニバース・トリロジー・トータリティ、ジェームズ・ジェームズの愛称がジム・ジムであることから、スポック、マッコイラ親友からはジムと呼ばれる。このため、キャラクター紹介でもジム・カークとされることがある。初登場となる、パイロット・フィルム・ウェア・ノーマン・ハズ・ゴー・オン・ビ・フォーでは、ミドルネームのイニシャルは、R とされていた。本放送では、ジェームズ・ T ・カークとされ、ミドルネームについては言及はされていなかったが、 1974年のアニメシリーズ第16話ベムで初めて T がタイベリアスの略とされた。これが映画第一作の小説版でも踏襲されたため、事実上の標準的設定とされ、追随する多くの小説やファンフィクションなどでもそのように扱われていった。しかし、聖書とされる実写作品でのタイベリアスの登場は意外にも遅く、 1991年の未知の世界が初めてである。タイベリアスが正当な設定となったのは、ジェームズ・ティー・カークの初登場から25年も経ってからのことであった。映画11作目では出産直後、母により祖父の名を受け継ぎ、タイベリアス、タベリアスと命名されるシーンがあるが、この作品内ではたびたび自らタイベリアスを名乗っている。 小説や以降のテレビシリーズではキャプテンを艦長と訳しているが、日本でテレビ放送した宇宙大作戦ではキャプテンを船長と訳したため、日本では科学のみ船長と呼び区別するのが慣例となっている。宇宙大作戦以前の時代を描いたスター・トレック・エンタープライズのジョナサン・アーチャーも船長と呼ばれることとなった。ウィリアム・シャトナーが演じた。 トス79ターナブートイントルーダーでは女性に変身してしまったカークをサンドラ・スミスが演じている。2009年に公開された映画11作目ではクリス・パインが青年時代、ジミー・ベネットが少年時代を演じている。スター・トレック日本語版の吹き替えも参照。トスと d s q エントでは矢島正明、トス第79は変身。 カーク船長の危機の女性に変身してしまったカークは野沢雅子。劇場版では矢島正明、大塚明夫、はずみ淳、坂口周平。漫画宇宙大作戦では佐々木伊佐なお大塚は TNG で、ウィリアム T ライカー役。坂口は ST3 歳6番で青年期のスポックも演じている。ディープスペース9第104話、伝説の時空へにも、 再登場するが、これは、シスコラが、宇宙大作戦43は、新種クアドロトリティケールの過去に行ったという設定で、当時の映像の編集、合成。声は、言語版では、俳優本人が声を演て、吹き替えでは、科学役の矢島東風羅役の松島実りは、オリジナルと同じで、スコット役は、シーズン1で同役を演じた、小林治が起用されている。スタートレック、 カーク船長の未来の生まれ故郷で町起こし、米アイオワ州 FPBB ニュース2009年5月8日、ABCD スタッフの間では、スタートレックの聖地とされるのは実写映像化された作品のみであり、アニメシリーズや小説版は正当な設定とはされない。作品中では、カークの祖父サムエルがローマ皇帝ティベリウスにちなんで名付けたが、カーク本人はこれを良しとせず、 自ら略すことが多いとしている。映画作品の小説版やマイケル・オクダによる設定資料などでは公式設定に準ずる扱いを受けることがあるが、あくまでも正当な設定の扱いはされない。ありがとうございます。